これですね、昨日オリンピック見てて、角田夏実さんが、僕は最初からこの人推しなんですけど、まあ、案の定金メダル取ったんですけど、もうずっと見てて気になってたのは、こめがみになんかピップエレキブみたいなのずっと、ね、両方に貼ってて、なんだこれと思ってたんですけど、なんか、こめかみが擦れないように、なんかこう、貼ってんのかなとかね、そこをこう持たれて防止するようにとか、なんかあるのかなってずっと思ってたんですけど、やっぱりそれを疑問に思ってるのがネットにいっぱいあったんですけど、試合中に左右のこめかみに貼ってある円形のテープ、スポーツ関連商品を手掛けてる、ファイティン社製のもの、ファイティン社って、ファイティン社ってのがあるのね。五輪スポーツさんではないことから、社名ロゴを削ったパリ五輪仕様の円形テープを制作してもらった。ああ、だからな、ピップエレキバみたいなね。以前にも貼っていたことがあるが、角田に聞いたところ、剥がした試合で負けたことがね、あ、そうなんだ。以来大事な試合などには貼ってきたが、まあルーティンなんで、そういうことね。試合のに社名ロゴを削られた理由に、角田はいつも、これを貼っているのはファイテンなんですけど、スポンサー関係でマークはつけれないんで、それなしのやつを作ってもらったと。効果あるのと、報道陣が聞かれると、自分はあると信じてて。やっぱりでもどんなもんですかね。頭の回転が速くなるとか、なんかここに貼るという、そういういい効果があるって言われて、貼ってからもうずっと貼ってます。売ってます。普通にマークがついてるやつと笑っていたと。同社によると、同様の商品がパワーテープ商品名で紹介されて、マルシールドタイプのボディケアタイプ、チタン。チタンなのね。チタンか。粘着面にコーティングしたもの、チタンを貼ることで血行促進させる効果を狙ったものと思います。チタンって僕なんか多分金属アレルギーで多分なんかダメだった金属だった気がしますね。チタンの腕時計とかやるともう全身ボチボチが出るんですよね。ネット上ではこめかみに貼られているピップエレキ板みたいなサージカルテープ何の効果があるんだろう。肩こりのなどに効くみたいですね。首肩こり、寝技上を慣れてないコンディションケア。角田選手の両こめかみのロイヒツボ孔みたいな気になる。いや僕もだから見てて気になってたんですよね。なんだろうなあれって。なんかよくねパッチみたいのばあちゃんの役をする人とかって貼ってたじゃないですか、こめかみに。なんかあれみたいだなと思って、なんでこんな変なの貼ってんだろうっていうね。ただなんかその話を聞いてですよ、これを聞くとなんか頭の回転が良くなる、ちょっと怪しいなと今思ってる感じですかね。幸運を呼び寄せたこめかみ円形テープなんて言ってるんで、謎テープですね。本当になんかちょっと僕は本当に角田夏実推しだったんですが、それ聞いて少し今怪しさを感じてますね。